どうも、翔平です。またマインクラフトやっていきたいと思うんですけれども、実はこれテイク2となっております。というのもですね、録音してると思ったら、録画してると思いきや録画がされてなかったという。俺の1時間半は一体何だったんだということになっていて、ここの建物のね、正面ができちゃったんです。申し訳ない。まあ正面の外観と屋根つけただけなんですけど、で中を適当にいじくって、ね、1時間45分ぐらいちょっと遊んでました、ここ で中の内装先に決めて、でどこにその商人たちを配置するかっていうところだけを決めておこうかなと思ったら、内装に凝り始めてしまってですね、無駄に時間がかかっちゃいましたけれども、まあホールみたいな感じでね、天井高くして、上をね、ちょっとラピスラズリのあれが持つか分かんないですけど、あと3スタック4スタックあるのかな、ちょっと分かんない、途中で違う材質に変えるかもしれないですが、上をドームみたいなのにしようかなと思って、途中で雨が降ってきたんで動画を確認したらですね、撮れてなかったということが判明して、どっしえーっていう感じですね。ということで、内装はね、この真ん中なんか丸くなってて、でここの今緑の羊毛が置いてあるところに商人を配置しようかなと思っております。で、ここは後で壊す予定なんですけど、このブロック部分をね、もうちょっと後ろに伸ばして、後ろの部分も、建物の一部とするということでバランスを取ろうかなと思うんですけれども、今さっき何をやってたかというと、上の部分ですね、とりあえず位置はね、そこにどこに配置するかっていうのは大体決まったので、ちょっとね、後ろにもここにも配置しようかなと思ったんですが、ちょっとこの建物のサイズが大きくなりすぎてしまって、こんな大きくする必要はなかったんですが、後ろにスペースがないんですよね、残念ながら。なので横に、5人ということで、10人でやっていこうかなと、10人の奴隷を捕まえてるという感じになっております。今はね、ちょっと建物の上の部分のドームを先に完成させたいなと思ったんですけど、これ作るの分かんないです、私初めてなので。あ、ガラスがないのかな。あ、ガラス64しかないですね。今4スタック一応あるんですけど、このラピスラズリもちょっと持つのかな。持たなかったら上の部分別の材質に切り替えますね。鉄のブロックとかも結構ね、この金の枠で囲まれてるやつを使おうかなと思ってたんですけど、鉄もなんかいい感じなので、ブロック自体がこれこうやってガラスをコンビネーションで上げていく予定なんですが、上だけ鉄かなんかに切り替えるかもしれないです。ちょっと鉄ももったいないんですよ。ラピスラズリは別になくなってもいいんですけど、鉄なくなると痛いんですよね。また掘り掘り作業を随分やらないと、他のこうキットにも使うことになるので、先ほどお伝えした通り、ドームがね、ちょっと私作ったことはないので、なかなか難しいでございますけど、ああいう風なね、円形、この円形はね、作り方を覚えましたけど、この上に伸ばしていくスフィアっていうのかな、球体はやったことないんですよね。なのでちょっとスフィアを作るサイトがあるんですけど、そこでもちょっとなんかうまく、その球体って、半球体っていうのかな、半分の球体のやつがないので、完全な丸になっちゃう、半分、それを半分にして考えればいいんじゃないのっていう話ですけど、ちょっとうまくいくか分かんないですが、それをちょっと見つつ、進めていきたいと思います。形はね、商工会議所みたいのを、なんていうのかな、ベースに考えてましたけど、この原型はね、私の近所にある私の住んでるケンタッキーの近所にある、市民ホールみたいなのを、参考、写真を参考にして、作っております。まあこんな感じなんですよ。あ、やばい、ちょっとこれもう一個追加しないのか、よいしょ。上にドームがあってね、吹き抜けになってて、本当は3階建てなのかな、モールみたいなのになってるんですけど、上が、そこを参考にしたんですけど、まあマインクラフトの世界なんで、ちょっとまあ別物ではございますけれども、よし、
ってことでですね、結構でかい建物になって、正直こんなでかくする必要はあったんだろうかと。もっとコンパクトになるかな、しようと思ってたんですけどね、ちょっとガラスがなくなっちゃった。あ、でも綺麗ですね。このラピスラズリの原石がいいな。原石というかブロックが。よし、じゃあちょっとガラス取ってきまーす。正面をもうちょっとお見せした方がいいかな。あの家がね、ちょっとすごい近くになっちゃったんで、もしかしたらこれぶっ壊して新しいの建てるかもしれません。あっちの作業場はね、私気に入ってるんですけど、これまたちょっと不完全なんで、私あんまり好きじゃないんですよね。住人がね、とにかく増えたんで、もうめちゃめちゃブイ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 言ってるんですよね。ほら、私の家も乗っ取られてますし、完全に。あ、悪くないね。ちょっと上に伸ばしすぎかな。どうだろう、あそこら辺からドーム始めた方がいいのかな。ふむ、シルクタッチでガラスとかね、アイスが、氷がね、回収できるようになったんで、氷とかもいいかなと思ったら溶けちゃうんですよね、光源が近くにあると。当然っちゃ当然なんですが、氷もね、大量に向こうから取ってきたんですよ。ちゅうことでですね、どうしようかな。正面はね、ちょっとなんて言うんだろう、現代風の感じの建築になってます。屋根つけて、まあホールの入り口って感じにしました、今回は。うん、で中がね、結構吹き抜け好きなので、私オープンなね、天井が高いエリアが結構好きなので、今回はまあこんな感じで、六角形、1、2、3、4、5、6、7、8角形みたいな、そんな感じです。で、レンガをね、なんかあんまり土、木とあんまり変わらないブロックだったので気に入ってなかったんですけど、こういうとこに使ってまあ装飾代わりにしてます。下とね、色があんま似てるので目立たないのがね、ちょっとあんまり私好きじゃなかったんですけど、オレンジのね、感じっていうか、なんていうのかな、それはレギュラーの色が好きですね。ちょっと高いかなこれ。どうしましょう、ここら辺からもう曲げてっちゃっていいのかな。ちょっとここ私喋る、またなんかいろいろやるので、考えながらやるので無言になりますけど、そこら辺カット早送り、あい痛い、カット早送り等を駆使して、動画にしていきたいと思います。よろしくお願いします。 OK、 じゃあこれで削って、ちょっと一回ここで曲げてみよう。よし、技能ついてるといいですよね、楽で。あ、落ちていっちゃった、俺の大切なガラスが。あそこの砂だいぶ削っちゃったんでね、もう地形が変わってもう完全にみっともない状態になってるんですけど、まあいっかっていう感じですね。よし、じゃあこうすればいいのか。よし、1、これめんどくせえな、これはめんどくさいぞ。この球体作るの1時間ぐらいかかりそうな感じ。よいしょ、ここでしょ。で、あとはここか。まず4つそのコーナーを作ってから考えた方がいいんですかね、こういうのは。私すごい苦手なんですよね。苦手っていうか作ったことないのでどうやっていいのかよくわからないんですが、よいしょ。外人さん、こういうでかい球体作ったりするっていうのすごい流行ってたので、一時期やってる人多かったんですけど、その時勉強してもよかった。完成体はいっぱい見ましたけど、作ってるところに参加したことなかったので。よし、さて、一応できたみたいですけど、これで形になっているんでしょうか。球体っぽいものはできましたけど、球体なのかな、これ。ここも上げた方が良かったかな、一段。なんか、ピラミッドっていう方が近いような気がしてきてね。ちょっと最後のところだけへこませましたけど、ちょっと遠くの方から見ないと分かんないですね。どうしよう。ちょっと、向こう側行ってみましょうか。よいしょ。さて、どうかな。やっぱりどうも角張ってるね。もうちょっと角度をつけた方が良かったね。まあ悪くないかな。ちょっと待ってください、もうちょっと遠く。こういう時飛べると楽なんですけどね。ここら辺から見てみますか。十分遠いですね。よし、あ、そうか、これそうだよね。そういえば1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、あ、悪くない。なんかピラミッドって感じがするけど。
球体にするんだよ。もう一個下げた方が良かったのかな。踏む。ま、いっか。そんな悪くないですね、形としては。ということで、まあ、あっち側の屋根がちょっとないので、ちょっとバランスが悪いですね。それを直しに行きましょうか、次は。まず外見からね、やっていくというのが、後でね、外見直すのがすごいめんどくさいんですよね。ああいうでかい建物になると。ある程度大まかに決めて、後で微調整するっていう方が楽なので、その内装に合わせて外見作ると大変なんですけど、まあ、さて、なんか角張ってるように見えるな。まあ、いいよね、別に。気にしない、気にしない。まあ、いいや、遠くから見てドーム状だったら、あ、中からは綺麗ですね。もうちょっと高くしてもよかったのかな。ラピスラジリが足りてよかった。踏む。もう一段早く始めてもよかったのかな。中から綺麗だったらそれでいいんですけどね。いいんじゃないかな。悪くない悪くない。綺麗綺麗。よし、じゃあそっちの屋根を作っちゃいましょう。いやー、一人だと結構やっぱ時間かかりますよね。よいしょ。じゃあ、ここから変わったかどうか、これで確かめるために、ここからこんな具合ですね、今は。ってことで、直してまいります。ちょっと直してきましたけど、多分ほとんど変わってないと思います。段数減らしてもうちょっと滑らかにしてみましたけど、ますますピラミッド型になってしまうというね。ダメですね、やっぱりセンスがないみたいです。スフィアを作るセンスがないみたいです。まあ、下から見て綺麗だったら今度はよしとしよう。もうこれ以上いじってもどんどん変になっていく気がするんで、まあ、形はそんなに気に、まあ、悪くないと思うんですけど、遠くから見た時スフィアになってるかというと、全くなってないという、現状でございます。まあいいんじゃないかな。ドームにしたかったけど、また雨か。ここ雨多いんですよね。雨多いと下から見ても綺麗なように、あれを入れてみたんですよ。ライトをね。そしたらちょっと明るくなって、下から見ても前はどんよりしてたんですけど、綺麗になりましたね。ちょっと使いすぎかなっていう感じもするんですけど、まあ明かりないとね、真っ暗なんで、まあこれくらいはいいんじゃないかなと。チラチラ見えるぐらいですからね、下から見てもまあ悪くないと思います。あと室内の照明をどうするかですね。なんかうまい方法があればいいけど、よし、ちょっとここにこれを作ってですよ。よいしょ。ちょっとこういうのを試してみよう。これってこれで作るんだよね。よし、この上らへんに、よいしょ、出っ張りすぎだな。これで上に置くとどうなる？よいしょ。こういうの置いてみたらどうなる？悪くないんだったら採用したい。うーむ、微妙。微妙かな。それはなんかここに突き刺してた方がいいような気がする。どうだろう、悪くないか。まあ採用にしといて、とりあえずは保留にしとこう。後で取っ払うかもしれません。よいしょ。ここから左右に出す？それとも左右に出して左右に置く？こんな感じはどうだ？踏む。
どうなんだこれは。1個がいいのか2個がいいのか。なんか2個の方がバランスがいいような気がするんだが。どうだろう。わかんない。こういうのすごい悩むんですよ、私。こういうなんかどうでもいいとこでめっちゃ時間を使うんですよ。肝心のあの気候の部分は全く手つかずというね。よし。どうだ。こちらは香料はあるな。あ、でも悪くないね。嫌いじゃないな。よし。なんかお城の中っていう感じになっちゃうな、これのせいで。この A 貼り付けてみたんですよ。ちょっと寂しいんでね。高瀬的にはここか。こういうね、ちっちゃい何かいろいろ設置してお部屋を盛り上げていかないと、ただっ広いただの部屋になっちゃうので、よいしょ。さて、これで終わりか？あ、もう一つか。ちょっと明るくなったね。悪くないのではないでしょうかと。終了。真ん中がね、随分明るくて開放感があっていいんじゃないでしょうか。悪くないと思い次、まそす。の、商人のところのスペースの位置を決めましょうか。位置っていうか、どういう風な感じにするか決めましょうか。それによってね、配線がちょっと変わるので、どうしようかな。ここの目の前にいるって感じなんですが、一段上げてみてもいいんじゃないかなと思ってるんで、例えばですよ。こういうのを使ってですね。なんか行かないと、一段上がらないと会えないみたいな。どうだろう、そこの上にいるって感じ？高さ的には多分余裕はあるとは思うんですけど、多めに取ったんで。上にはみ出るとまずいな。ちょっと一個組み立ててみないとわかんないですよね。ここに、ここで立つと、まーちゃんとが、ここにいる感じか？ここですね、多分ね、位置的には。ふむ。ちょっとマーキングしとこうか。ここね。ここに突っ立ってる予定だとすると、まず何にも用具が、キットがないですね。